はい、こんにちは。OG ゴルフトラベル。今回のテーマは、オーストラリア国内におけるジュニアゴルファーに対する環境。そしてもう一つは、えー、先週、長男がですね、参加してきたジュニアゴルフトーナメントに、初めて僕がキャディーとして参加してきましたので、その時の様子などを、えー、ご説明したいと思います。まず、 えー、オーストラリアは子供たちがスポーツに取り組む環境が非常に整備されています、えー。人気のラグビー、サッカー、クリケットなどはもちろんなんですが、ジュニアゴルファーに対する環境も非常に優れています。ほとんどすべてのゴルフ場に、ジュニア用のメンバーシップ、えー、年会費ですね。それと、ジュニア用のグリーンフィー、プレイ料金が設定されています。 そして、その年会費やグリーンフィーは非常に安いことが多く、中には子供たちはいつ来ても、いつラウンドしても無料ですというコースもありますし、年会費も取りませんというコースも少なくはありません。 また、18歳未満の子供たちに対して無料でレッスンを毎週や毎月開催しているコースも多く、ゴルフ場が各自で行っている場合もあるんですが、基本的には、オーストラリアのゴルフをまとめているゴルフオーストラリアという団体が主催して、各クラブはそこに所属しているプロやコーチ、またはコースの、えー、片隅をですね、 そのジュニアのために開放して提供して実際にレッスンを行っているということが多く見受けられますもちろん大勢の子供たちを集めて専門的なレッスンをするというわけではなくてまあゴルフ未経験の子供たちがクラブにボールを当てる楽しさとかカップにボールを転がして入れるという楽しみを覚えるためにですね大人がそういった環境をバックアップしています このような環境ですので、オーストラリアのゴルフ場には放課後にゴルフバッグを一人で背負ってですね、一人でラウンドをしている子供をよく見かけます。週末のコンプになると、4人一組のグループの中に大人に混じって、一人で中学生や高校生が参加していることもあります。うちの長男もですね、ゴルフに夢中ですので、 週末になると、一人でゴルフ場に出かけてって、知らないおじさんと一人でペアを組んで、コンプに参加していることが多いです。先月、僕のホームコースで大きなマッチプレーの大会が行われました。メンバーのみ参加できるこのマッチプレーの大会だったんですが、三つのグループに分かれていました。一つは、シングルの人たち、もしくはスクラッチの人たち。 要は、10から下の人たちですね。上手な人たち。これを A グレードとしました。B グレードは10代の人たち。ハンディキャップが10代の人たち。そして C グレードはハンディキャップが20代から30代の人たちを対象にマッチプレーの大会が行われました。A グレードのグループが、まあ、実質一番上手なグループです。スクラッチの人もいますし、 ハンディキャップがプラス3だったりプラス2の人もいます。そこで、準優勝したのは、16歳のハンディキャップがプラス2の少年でした。こういう環境が小さい頃からあるので、まあ、アダム・スコットやジェイソン・デイ、そういったプロゴルファーの方が世界で活躍する姿も納得ができます。そして他にも、真剣にゴルフに取り組んでいるジュニアゴルファーたちのために、 またゴルフオーストラリアが毎週のようにジュニアトーナメントを開催しています。先週、うちの長男もですね、車で4時間かけて僕と一緒にその大会に参加してきました。僕はその時キャディーとして参加しました。初めてのコースで初めてのキャディー,、えー、2人でなんとか頑張ろうと、えー、4時間かけてそのコースに行ってきた時のお話をしたいと思います。 中にはですね、その試合の前日に練習ラウンドを行った人たちもいるんですが、まあ4時間かかるという遠方でしたし、その前日には次男と三男の息子がラグビーの試合があったので、えー、その感染もあったために、えー、ぶっつけ本番となりました。 一応僕はキャディとしてついていったので、息子と一緒にできるだけ多くのそのコースの情報を入手しようとしたのですが、なかなかいい情報が見つかりませんでした。そのゴルフ場のホームページに行って、コースマップやコースレイアウトを探そうとしたのですが、まあそのホールごとパーはいくつで何メーターですっていう情報はあったのですが、実際にマップとしての情報がなかったので、 なななかなか難ししい準備となりましたそんな中僕と息子がどのように準備したのかということをこの後の後動画でご説明します今回この大会に参加することを決めたのですがこのコースには一度も訪れたことがなかったのでまずこのコースのホームページにアクセスしてコースのマップやコースのレイアウトがないか探すことから始めました。 すると、このコースのレイアウトがホームページ上にあったのですが、それはコース全体を写したマップなどの便利なものではなくて、各ホールごとのこういった説明だったり、あと簡単な写真、そしてメーター数だったり、ここはパー5ですよ、パー3ですよという、こういう情報しか載っていませんでした。 ゴルフ場のホームページには詳しいコースレイアウトやマップがなかったので次に Google マップにアクセスして航空写真でこのコースを上から見るようにしてみましたするとですねはっきりとかなりコースの内容が把握できたのですがこの方法ですとドッグレッグやバンカー 池といったポイントとなる場所までの距離が把握できなかったので、まあ、とりあえずは、えー、この航空写真をプリントアウトして次の方法に移行しました次に思いついたのは、えー、携帯アプリの距離を測定するアプリで一つ一つのホールを計測する方法です、えー、こうしてですね一つ一つのこういうポイントを測ることができます ここだと1 8 0ーではもう少し伸ばすと3 1 0ーこの携帯アプリを使うと池やバンカーまでしっかりと距離が測定できますのでこの距離を先ほどプリントアウトした航空写真に書き込んで使用しようと思ったのですがまたここで一つ問題が発生しましたそれはですね このように上空から見ると、どれが1番ホールで、どれが5番ホールで、というコースの番号が全くわからないんですね。ですので、えー、これはまたボツになりました。そして最後に落ち着いた方法が次の方法です。最後に見つけた方法がゴルフパッドというゴルフ専用のアプリです。ここに今回プレイするレッドランドベイ、 このゴルフ場を入力するとこのように航空写真とともにコースのレイアウトが出てきますこのゴルフパッドというアプリのいい点はですね実際の航空写真を使って T グラウンドからピンまでの位置を把握することができますもちろんこの一番下のこの矢印をクリックすることで 2番ホールにも行けますし、3番ホールにも行ける。18ホールすべてこのクリックだけで飛んでいくことができます。さらに一番下から2番目にあるこのエレベーション。この欄にはですね、このホールのグラウンドが上に上がっていってるのか、下に下がってるのか、そういうこともこの表で表してくれます。 この表を見るとですねこのコースは比較的平らなコースだということが分かりますそして今回のように今まで行ったことのないコースで試合をするときになぜこのアプリが使えるのかと言いますとこのようにタップするとですね自分の好きな場所にタップするとティーグラウンドからそのタップした位置までの距離を知らせてくれます この11番ホールなんですが、このように、フェアウェイに、えー、バンカーが一つ、そしてそのバンカーの先に、えー、クリークですね。これ小川が一つ流れてます、えー。その奥にグリーンがあって、グリーンの手前にはこのようにバンカーがあります。では、T ショットは何で打てばいいのか、えー。ドライバーで打った時に、このクリークを越えられるのかどうか知りたい時は、 このカーソルを長押しして、クリークの前に持ってきます。ここですね。すると、ここに、269メーターという文字が出てきました。269メーターというのはかなり長いドライブですので、この T グラウンドからこの小川を越えたところを直接狙えないということがわかります。 でしたら、この小川の手前に落としたい。でもバンカーが左にあるから、じゃあこのバンカーの距離は何メートルなのかを知りたいときに、このバンカーに合わせます。すると、211メートルという数字が表示されます。211メートルだと、これはドライバーで届いてしまいますので、それではじゃあ無理してここで、 この際どいところにですね、この辺ですね、この辺に落として、グリーンを、1打で届かないグリーンを狙うんであれば、もっと後ろに下げてですね、安全にバンカーにもクリークにも入らない、この付近、190メーター付近を狙うアイアンで、この辺にボールを1打目落として、2打目にグリーンを狙いに行くという作戦を、 取ることができますこのように各ホールですねバンカーまでは何 m ーーなのかこのドッグレッグまでは何 m なのかということを息子と相談して実際に球を打つのは息子なのでその息子にこれでいいのかこの距離までは何番で届くのかということを事前に打ち合わせをしましたそしてアプリで拾っていった情報を このように、エクセルでもワードでも何でも構いませんので、表にこうやって書いていきます。例えば、7番ホール、パー4、180メーター右から行け、グリーン左にバンカー、220メートルにクリーク、グリーン右に行け、右ドッグレッグ、170以上を打つと危険だよ。 なので170にレイアップしてください。左がベストですよ。このように細かく情報を書いてですね、当日プリントアウトして持っていく、えー。残念ながらグリーン上の芝目だったり傾きの情報は得られなかったので、それはもう当日ぶっつけ本番で判断するしかありません。あとこのように表に書いてますけども、実際アプリで見た航空写真と t グラウンドに立って、あ、フェアウェイが広いな、狭いなっていう感覚は現地に行かないとわかりませんし、その日の風向きだったり、天候だったりでまた作戦も変わっていくんですが、やはりぶっつけ本番で、いや、こうした方がいいよ、お前はこっちだろう、あっちだろうっていう話をしてしまうと、まあ喧嘩になったりすることもありますので、事前に二人で一緒に確かめてですね、ぜひい,いスコアを 取るたための準備をしたらいいいいではないかと思います。今はこのような情報が簡単に自宅で手に入りますので、ぜひ活用していただきたいと思います。実際に自分のスコアを縮めるためにゴルフ場で使用するのも良いのですが、その際は同じグループの方や後方のグループの方のためにスロープレイにならないように十分に気をつけて いただきたいと思います。今回の動画はここまでとなります。ぜひチャンネル登録、コメント、評価お待ちしております。